現魔大戦シリーズは1967年に週刊少年マガジンに連載された漫画現魔大戦に始まる SF 作品シリーズ。平井和正と石森翔太郎の共作による作品と平井と石森が別々の構想で執筆した作品がある。1967年に週刊少年マガジンで連載開始となった漫画現魔大戦が 最初の作品である。雑誌連載中及び初期の単行本では原作が平井和正、泉、飛鳥作画が石森章太郎となっていたが、泉、飛鳥というのは石森の別名である。なお、後年に発行された不走者の文庫版には泉、飛鳥の名は含まれていない。過去、現在、未来を通じて宇宙全域の消滅を企てる現場が、 多くの惑星文明を破壊した後に地球に到着する。それらの種族の生き残り戦士であるフロイト、ベガが地球の超能力者たちを目覚めさせ、ンマとの戦いに備えさせるというところから物語が始まる。しかし少年マガジン版は人類の破滅を示唆する形で打ち切りとなった。1971年、平井と石森の共作により、漫画と小説の折衷的な作品、 新元末大戦が SF マガジンで連載される。少年マガジン版とは異なる時間軸の1999年、人類が現場によって滅ぼされるが、一人の超能力少女が歴史を書き換えるために江戸時代に飛ぶという物語である。しかし、こちらも中断する。1979年、平井と石森が個別にシリーズを継続することになり、平井は小説、 新現場大戦、石森は漫画、現場大戦の連載を始めた。前者は、少年マガジン版とは別の時間軸の現代、後者は、少年マガジン版の約1000年後の世界から、それぞれ物語が始まる。その後、平井は、少年マガジン版を小説として書き直すという趣旨で、小説、現場大戦の連載も始めたが、途中から小説独自の展開になる。 新玄魔大戦及び小説版、玄魔大戦は、ベストセラーになり、SF 作家、平井和正のライフワーク作品として知られるようになった。ハルマゲドンものの代表作とも評される。また、前世から転生した超能力者たちが悪の勢力と戦うというモチーフは、新宗教と精神世界へも影響を与え、オカルト雑誌の投稿欄には、 戦死症候群と呼ばれる前世の記憶を共有する仲間探しが反乱するきっかけともなった。ノストラダムスの1999年に人類が絶滅するという解釈の予言から触発されたことを平井自身が明らかにしており、新玄馬大戦で世界が破滅するのは1999年になっている。しかし流番玄馬大戦、新玄馬大戦、小説版、 現場対戦のいずれも未完となる。その後、平井により、その日の午後、放題さんで、が2004年、現場対戦ディープが2005年、そして実質的な現場対戦シリーズ完結編、現場対戦ディープとルテックが2008年に、刊行された。2014年、七月京一脚本、早瀬正と石森プロ作画によるシリーズ続編、現場対戦リバースが開始された。 1967年、週刊少年マガジンに平井和正と石森章太郎との共作として連載された。超能力に目覚めた主人公が宇宙的規模の敵、現魔と戦わねばならない運命に直面し、世界中の超能力者を結集するために苦闘する姿が描かれた。しかし連載は地球に急接近するドクロ模様の月と、 その前に立ち尽くすかのように見える超能力者たちを描いた見開きの絵を持って人類の敗北を暗示して終了する。少年マガジン版の打ち切り後、ストレートな形での続編ではない、新元魔大戦が SF 小説誌、SF マガジンで1971年から連載された。平井と石森の共作による。少年マガジン版とは別の時間軸の破滅した未来から、 江戸時代に遡り、現場に対抗できる超能力一族を生み出すという構想により、現場対戦シリーズにタイムリープやパラレルワールドといった概念を導入した。さらに、アダルトウルフ外シリーズとのつながりも示唆された。当初は純然たる漫画であったが、途中から平井の文に石森の絵がつくという絵物語と漫画の折衷になっていき、やがて完結することなく、 中団を迎える。その後、平井の単独執筆による小説版も発表されたが、内容はほぼ同じである。1979年以降は、平井と石森の二人は個別に、玄馬大戦シリーズを継続することとなった。平井は1979年から SF アドベンチャー史上で小説、新現魔大戦を連載した。これは、新現魔大戦を受けて、 現馬に勝利する未来を描くとの構想で開始され、SF アドベンチャーの関東を飾る人気作品になる。しかし、新現馬大戦は、主人公、東武が失踪して復帰しないまま、物語が時空を次々と跳躍して進行した末、完結には至らなかった。一方の石森も1979年から、同じく徳間書店の漫画誌、竜に現馬大戦を連載した。 これは、少年マガジン版で破滅を迎えた後の未来世界を舞台とする。しかしその後、流版、玄魔大戦は打ち切りとなる。後に、玄魔大戦神話前夜の章のタイトルで文庫化された。平井にとって本命となる作品は、完結編として人類の勝利を描く、新玄魔大戦だった。新玄魔大戦は、少年マガジン版、玄魔大戦と、 新現場大戦を受ける形で成立していた。そこで、保管の意味もあり、少年マガジン版、現場大戦を、平井は小説化する。少年マガジン版、現場大戦の小説家である、現場大戦は、小説し、野生時代に連載され、角川文庫から刊行された。しかし、本来なら、リメイク程度にとどめるはずだった、小説版、現場大戦は、 漫画版における玄魔との超能力合戦から独自に発展し、完全に漫画版とは異なるパラレルワールドを形成した。主人公、東武が失踪したまま小説版、玄魔大戦は終了し、そのストレートな続編、ハルマゲドンに至っても収束せずに未完となる。新玄魔大戦、小説版、玄魔大戦のシリーズ2作を並行して手掛けていた。 最中の平井がシナリオ形式で執筆したもの。シナリオノベルと銘打って発表された。少年マガジン版、玄馬大戦、新玄馬大戦、小説版、玄馬大戦の架け橋となる作品。玄馬大戦シリーズや地球樹の女神などの平井作品のキャラクターが登場するクロスオーバー作品。平井単独執筆。玄馬大戦の映像化の企画が持ち上がり、 平井はそのミーティングに出席するなどしていた。この企画や、その日の午後、法大山で執筆などが契機となり、約20年ぶりに平井は本作で本格的に現場対戦シリーズを再開する。現場対戦ディープの続編で、平井による実質的な現場対戦シリーズの完結編。現場対戦40年の集大成巨匠筆強の最終回答と、 ケースカバーに記されている。また、版元のイーブンコは、現馬大戦は、現馬大戦ディープトルテックで完結しています。とツイートしている。ただし、平井自身は2009年に、現馬大戦はまだまだ終わりを告げる気配もないと、記していた。七月京一の脚本、早瀬正と石森プロの作画による漫画。2014年に、小学館のウェブサイト、クラブサンデーにおいて、 配信開始、後に、サンデーウ、エブリに移籍して2019年12月27日まで、配信された。少年マガジン版の続編のように見えながらも、シリーズ全体を内包した物語を起としている。そのため、他の現場対戦シリーズの諸作品から、登場人物やセリフ、シーンその他の要素が取り入れられている。また、平井の他の小説、 石の森の他の漫画のキャラクターも登場するクロスオーバー作品にもなっている。平井和正による単独執筆。ありがとうございます。